にょ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 、ブロッコリーにょ。マイヤーズ司令、機関室から報告が入りました。エンジンの修理完了まであと3時間だそうです。外から見た時にはそれほど大きなダメージは負っていないように見えたんだが、このエルシオールはロストテクノロジーで建造された船ですから、何かと手間がかかるんです。もちろんエンジンの整備も。クロノクエイク以前に作られた船か。貴重品には違いないんだろうが、不便な代物だな。ま、この船がそこらの軍艦よりも優れた性能を備えていることは認める。火力の不足を補うため、我らが月の聖母は5機の紋章機をお与えになられたんです。はい、この船の乗組員のほとんどが白き月でシャトヤン様にしていたものです。月の巫女という名前をご存知ですか？乗組員がみんな月の巫女、非戦闘員がこの船を動かしてるってのか。非常時でしたし、それにロストテクノロジーを取り扱うには専門の知識と経験が必要不可欠ですから。ですが、ご安心ください。月の聖母ショトヤー様は私たちに対しておっしゃいました。司令官の命令はショトヤー様ご自身の命令だと思うようにと。ですから、マイヤーズ司令、私たちはどんなことがあろうとあなたに従います。了解しました、マイヤーズ司令。これからもよろしくお願いします。お、二人とも揃っておるな。タクト、レッサー、お前たちに話がある。シバ王子にお前たちをご紹介しておかねばな。謁見の間でお会いになられるそうじゃ。ついてこい。つべこべ言わずにさっさと来い。もうじき芝王子がお見えになられる。じゃが、前に話した通り、今は少々気が立っておられるゆえ、物言いには注意しろ。そういう態度をするなって言ってるんだ。まったく、お前ってやつは。お待たせいたしました。芝王子のおなりでございます。そなたが新任の司令官か。マイヤーズという名だそうだな。なんだ、お前だったのか。てっきり隣の男かと思ったが。そうか、まあよい。ではマイヤーズ、早速だがお前に命じる。直ちにこのエルシオールを転身させ音声まで引き返せ。二度も言わせるな。直ちに転身し、本船にいる臣民たちを救うのだ。王子、どうかしばらく、今しばらくのご辛抱を。
間もなくこちらに援軍が合流いたしましょう。反攻はそれからでも遅くはございません。そんな言葉は聞き飽きた。お前はそれでも無人かルフト。皇族の中では私のみが生き残ったと聞く。かかる気球存亡の時にこの芝が臣民とシャトヤン様を救わずしてどうする。こうしている間にも逆賊エオニア目によって罪なき者たちが苦しんでいるのであろう。なのに私だけが背を向けることなどできぬ。お気持ちは重々お察しいたします。しかしながらエフシウォールのみでは。せめて援軍が到着するまでお待ちくだされ。では芝ここにありと触れて回るがよい。その声が届けば勇猛なる皇国軍が我が元にすぐさま駆けつけるであろうに。逃げるだと？この腰抜け目が。まさか私をたばかると承知せんぞ。これ予算か、タクト。王子はまだ10歳なんじゃぞ。事実なのか。クーデターはそこまで深刻に。だったらなおさらだ。シャトヤン様だけでもお助けせねば。今すぐ引き返せ。シャトヤン様は私を引き取って白き月で養ってくださった、いわば育ての親。その恩を今こそお返しするのだ。それは伸びることの方が大切なのだな。マイヤーズ司令、そなたを信じよう。先ほどの命令は取り消し、改めて命ずる。エルシオールとエンジェル隊を率いてこの芝の身を守り、ローム聖景まで送り届けよ。うん、頼んだぞ。少し疲れた。下がってよいぞ。はっ、では失礼いたします。タクト、エスタ、退出するぞ。俺からしたらその場で文字通り打ち首にならなかったのが不思議なくらいだ。背筋が凍ったぜ。だったぞタクト。なかなかあそこまで言えるものではない。さすがはわしの見込んだ男じゃ。お前を司令官にしたのはやはり正解だった。子供の頃じゃろ。なるほど、その通りじゃな。わしは無意識のうちに王子を幼子扱いしていたようじゃ。任務に私情を挟むまいと思ってはいるが、
芝王子を見ていると故郷にいる孫のことをつい思い出してしまっての。とはいえ今はこの混乱じゃからな、無事でいるかもわからんが。ああすまん、余計な話をしてしまったな。歳を取るとこれだから困る。うん、そうじゃな、おあつらい向きにごく最近の映像があるぞ。わしらが脱出した後、青函ネットで放送されたエオニアの演説じゃ。エオニアの演説ですか。想像するだにつまらない代物みたいですね。まあそう言うな。そうじゃな、エンジェル隊も呼んでブリッジで見ることにしようか。よし、これでデータのセットはできた。いつでも再生できるぞ。お待たせしました、ミルフィーユ桜庭以下5名参りました。私たちエンジェル隊に何かご用ですよ。問題ありません。なんでもいいけど手短にね。私たちだって暇じゃないんだから。まあまあランファ、それでこれから何が始まるんだい。例のエオニアの演説じゃよ。君たちエンジェル隊にも見てもらいたくてな。では全員揃ったようじゃから始めるか。わかりました。オペレーター、映像を再生してくれ。了解、メインスクリーンに出します。愛すべき広告の新民たちよ、私はエオニアトランスバール、トランスバール広告第14代皇后である。私は非道なる前王ジェラールと腐敗しきった貴族諸侯に鉄槌を下し、正当なる地に基づく王の座を回復させた。彼ら一部の特権階級は白き月の恩恵であるロストテクノロジーを独占し続けてきた。これを不当と呼ばずに何と呼ぶ。だがその滞在には裁きが下され、諸君を苦しめてきた不当なる権力は倒れ、王国に正しき秩序がもたらされた。諸君の前にさらなる繁栄が約束されている。それには広告が、我々が一丸とならねばならない。この宇宙には白き月の恩恵にも勝る未知のロストテクノロジーが今なお眠っている。これこそがさらなる富と栄華をもたらす力だ。月の聖母シャトヤーンもロストテクノロジーの探索に賛同し、私の即位を祝福してくれた。私に諸君の力を貸してほしい。今まで同じ広告内にありながらバラバラであった制度や文化を一つにし、新たな目的に向かって結束を固めるのだ。混乱に乗じて狼藉を働いている一部の者たちにも今ならば寛大な処置を考える。直ちに我が元へ帰順せよ。あるべき姿に統一された正しき国家、正統トランスバール公国の一員として私と共に星の彼方の栄光をつかもうではないか。正統トランスバール公国、これがエオニア。混乱に乗じて狼藉をだと。
クーデターを起こした張本人のくせに、盗っ人だけだけしいとはこのことだ。タクト、お前はどう思ったかの？意見を聞かせてくれ。その根拠は？よろしい、合格点を与えられる回答じゃ。意外と人を見る目があるじゃないか、司令官。すごいんですね、タクトさん。私そんなこと全然気づきませんでした。あんたね、これぐらいは気づいて当然でしょ。もちろん私は最初からエオニアの言うことなんて信じてなかったけど。顔はともかくとして、その意見には同感だな。未知のロストテクノロジーとやらも怪しいもんだ。あるかどうかもわからない。そんな不確かなもの当てになるはずがない。エオニア本人には確信があるのかもしれない。少なくともあの無人艦隊は明らかに広告の外からもたらされたものじゃから。奴の言葉を借りれば、広告が一丸となって探さなきゃならないほど稀な存在ってことさ。気の長い話だね。当たらずとも遠からずじゃろうな。おそらくエオニアに一番不足しているのは人材じゃ。5年前エオニアが辺境に流された時、奴に従ったのはほんのわずかな側近のみ。残っていた近しい者も全て処分を受けた。ましてや芝王子をエオニアのところへ連れ戻したら最高の手土産になるだろうし。それだけは何としても避けねばならん。広告軍が集結しつつあるローム政権まで無事に芝王子をお送りせねば。最短ルートで恒星艦候補を繰り返したとしても2週間は必要だな。もちろん何の妨害もないと仮定してだが。もちろんだ。航路の検討と同時に索敵も進めておく。大変な旅になりそうですね。今頃何言ってんのよ。白き月を出てからこっち大変じゃなかったことなんかあった？タクト、ちょっと耳を貸せ。どうじゃな、エンジェル隊の子たちは個性派ぞろいの粒ぞろいじゃろ。なんだ、煮え切らんやつじゃの。エンジェル隊をうまく使いこなせるかどうかは司令官であるお前にかかっておるんじゃぞ。この先もエオニア軍の操作網を突破するため戦う必要が出てくるじゃろう。それにはどうしてもエンジェル隊の力がいる。ところがその紋章機がくせ者でな。紋章機の性能はパイロットであるエンジェル隊の精神状態に左右されるんじゃよ。
ンジェル隊が戦いに集中できなければ紋章機も満足な性能を発揮でき、そこでお前の腕の見せ所というわけじゃ。あの子たちが支障なく作戦行動を取れるよう精神的な支えとなってやってくれ。そう難しく考えることはない。要は相手から嫌われずに仲良く付き合っていけということじゃ。その息じゃ。しっかり頼んだぞ。おお、そうじゃ、エルシオールの修理じゃが、まだしばらく時間がかかるらしい。それまでは館内を見物して回るなり、ゆっくりしていて構わんぞ。うん、何かあったら連絡を入れよう。わしはレスターと共にエオニア軍の監視と脱出経路の検討を進めておく。じゃあまた回しますよ。さっきと同じ色ですよね。はい、一等です。やったー、嬉しい。こいつ一等ばっか4回も。ダクトさん、本世でも超レアなプレミア最高級三つ星ランチバスケットマリーゴールド VSOP です。欲しかったんですよこれ。そうなんです、このお客さんさっきから4回連続で1等だけ当ててるんですよ。まったくです、このキャンペーン今日から始めたばかりなのに、もう商品が一等が。よく言われます、すごい強運だって。ついてるときはとことんついてるんです。あの店員さん、くじ引きもう一回できるんですけど、やってもいいですか？あ、はい、どうぞ。勘弁してください、もう一等が全部出尽くしちゃいました。はい、新司令官就任記念キャンペーンです。ピクニック用品の特売もやっているんですよ。それでついついたくさん買っちゃいました。そんなことないですよ。この船の銀河展望公園によくピクニックに行きますから。はい、ありますよ。よかったらご案内しましょうか。わかりました。任せてください。あ、でもその前に。
助かります。着きました。ここが私の部屋です。荷物重くなかったですか？そんな、私こそ。じゃあ、荷物を置いてきますので、少し待っててください。お待たせしました。では、行きましょうか、タクトさん。はい、わかりました。では、今から館内の移動の仕方についてご説明しますね。これがエルシオール内の様子です。色が赤く変わっているところは移動可能な施設を表しています。カーソルを合わせると、その施設の名前や簡単な説明が出ます。そこでクリックすると、その施設に移動できます。A から D の4ブロックに分かれています。別のブロックを表示させたいときは右上にあるブロック地図をクリックしてください。一部の施設に誰かの顔が表示されていることがあります。それはその場所にその人がいるという意味です。もう一度説明しましょうか。この部屋はもともとは館内プールだったんです。でも今は。今にわかりますよ。そうだ、紹介したい人がいるんです。この先の管理室にいるんですけど。いえ、それとは違います。とりあえず管理室に行ってみましょう。あら、バニラじゃない。どうしたの？こんなところで。いえ、少し。用事があるので、失礼します。自分の勤務時間外でも他の部署を手伝ったりしてるんです。きっと誰かの手伝いに行ったんだと思います。ここが管理室です。あそこの温室みたいになっているところではいろんな動物が飼われているんですよ。ええ、その通りです。はじめまして、マイヤーズ司令官ですね。僕はクロミエ・クワルクと申します。ここにいる動物たちの世話をしています。わかりました、タクトさん。はい、宇宙クジラが教えてくれたもので。この船の住人ですよ。あ、宇宙クジラも司令にご挨拶したいそうです。いえ、今来ますよ。ほら、違いますよ、タクトさん。よく見てください。これは宇宙クジラのお腹ですよ。上を見てみてください。
中に宇宙クジラが住んでいるんです。今日はいつになく機嫌がいいみたいです。タクトさんのことは気に入ったようですね。タクトさん、タクトさん大丈夫ですか？タクトさんは宇宙クジラをご覧になったのは初めてですか？脅かすつもりはなかったが申し訳ないと宇宙クジラが言っています。許してあげてください。普通の人間には通じませんが、僕は宇宙クジラの言うことがわかるんです。そんなところです。それとここだけのお話ですか？ルフト准将からお聞きしています。エンジェル隊の皆さんの気持ちが知りたいときはここにいらしてください。宇宙クジラは人間の気持ちや思考、精神状態をテレパシーのような能力で理解できるんです。聞いてみますから。はい、試しに今聞いてみましょうか。わかりました。では少々お待ちください。今から宇宙クジラの言うことを僕が翻訳して、エンジェル隊の皆さんがどのようなお気持ちでいるかをお見せします。それぞれの表情はタクトさんのことをどれだけ信頼しているかを表します。表情が明るいほど信頼していることになります。タクトさんを信頼していれば、それだけ戦闘にも集中できて紋章機の性能を引き出しやすくなります。紋章機の攻撃力や防御力などが上がるので、信頼されるに越したことはないですね。また表情の下の棒グラフは、上官と部下としての信頼関係とは別に個人としてどれだけ好意を寄せているかを表します。グラフが右に行けば行くほど、タクトさんはその人から好かれているということになります。皆さんに対してどう接するかによって表情やグラフは変化していきます。時々チェックされることをお勧めします。あ、宇宙クジラが答えてくれました。それでは皆さんのお気持ちをお見せしますね。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。あの、何のお話をなさってるんですか？いえ、何でもありません。タクトさん、ご用の時にはいつでも管理室にお越しください。ええ、例えばこの宇宙クジラの子供とか。そこの温室にも様々な動植物が暮らしています。どうぞこちらへ。気に入っていただけましたか？
それは宇宙切り裂きチェーンソーといって、あの縁が鋭いノコギリのようになっていて、しかも外敵が近づくと高速回転するんです。触ると指を怪我しますよ。毒は持っていませんから安心してください。そういう問題じゃなくて。大丈夫ですか、タクトさん、血が出てます。いえ、ちゃんと治療してもらわなきゃ。医務室に行きましょう。ダメです、さあ早く。先生いらっしゃいますか。タクトさんが手を怪我しちゃって。先生は席を外しておられます。私が治療を。自分の手が空いてる時にお手伝いをさせていただいているのです。よかった、バニラがいてくれて。バニラに任せればもう大丈夫ですよ、タクトさん。指から血が出ていますね。どうしたのですか。わかりました、治療します。手を出してください。え、こう。終わりました。ナノマシンを注入し治療を行いました。もう問題ありません。ナノマシンは分子アセンブラの一種です。原子レベルでの操作により現存するほとんどの物質の構造を解析し、必要とされる物質を生成できます。要するに怪我や病気をパッと治してくれるってことですよ。これはナノマシンの集合体です。そういう構造を再現すれば歩行も可能です。治療で大量にナノマシンが必要な時に備えてこうして携帯しています。すごいですよね、まるで歩く救急セットみたいで。ナノマシンペットと呼んでいます。アラン・ミルフィーユ、ごめんなさい、外出してて。どこか具合が悪いの？あ、ケイラ先生。いえ、私じゃなくてタクトさんが。まあそうだったの。で、そちらのあなたは、どなただったかしら。ああ、あなたが例の。それはごめんなさい。医務室を預かるケイラです。よろしくお願いしますわ、司令。そう、それなら安心したわ。お大事にね。バニラありがとう。いつも悪いわね。いえ、ほとんど毎日のように。おかげで助かってるわ。バニラの仕事ぶりってすごいのよ。この館内で怪我人が出た時なんか一生懸命、それこそネズミ看護に入ってくれるんだから。パイロット
トとしてもとっても真面目ですよ。無駄口なんかほとんど言わずに黙々とお仕事をするんです。いえ、褒められるようなことではありません。いえ、自分にできるだけのことをしているだけです。そうですか。そうですか。感情をコントロールしないとナノマシンの制御に支障が出るためです。不快に感じられたのでしたら謝ります。タクトさん、それじゃあそろそろ。また怪我をしたらいつでも来てね。遊びに来てくれるのも大歓迎よ。おいしいコーヒーをご馳走するわ。この倉庫には主に食料や生活用品が収められています。ちなみに機械や弾薬類といった備品はもっと下層に搬入されているんです。タクトさん、かくれんぼがお好きなんですか？それじゃあそのまんまじゃないですか。でも思い出すな、私も子供の頃はお友達とよくかくれんぼして遊んだんです。今頃あの子たちどこにいるのかな。みんな無事だといいけど。かくれんぼとは何ですか？医務室で使う消毒液のストックが切れたので補充しに来ました。かくれんぼとは何のことですか？かくれんぼっていうのはね、鬼が10数える間に他のみんなが隠れるの。それを鬼が探し出すっていうゲームなのよ。敵の待ち伏せを発見する軍事訓練ですか？ちょっと違うんだけど。そうだ、タクトさん、バニラも入れてかくれんぼしません？しかし私は消毒液を医務室に届けないと。はい、この倉庫は内部構造をよく知らない人間が立ち入ると迷うことがあるそうです。そこが楽しいんじゃないの。隠れ場所の宝庫なんだよ。賢明な判断だと思います。感謝します。残念だけど、機会があったら別のところで隠れんぼしましょうね。この格納庫では紋章機の整備をしたり、私たちパイロットのリンク調整をしたりするんです。そうだ、整備班の班長さんを紹介しておきますね。あ、いたいた、クレータさん。あら、ミルフィーユさん、いらっしゃい。どうしたの？タクトさんに艦内の施設を案内していたところなんです。
エルシオールと紋章機の整備を担当しています、クレータと申します。どうかしましたか？白き月のロストテクノロジー研究者、月の巫女はほとんどが女ですから、当然この船の乗組員も女性が多いんです。私たちエンジェル隊も女の子だけでしょ。男子禁制というわけじゃないですけど、乗組員の8割は女性なんですよ。我々は民間人ではありますが、ロストテクノロジーに関しては軍の整備士よりもはるかに心得ています。ですからどうぞご安心ください。お役に立てるように整備班一同力を合わせて頑張ります。はい、こちらこそ。そうだ、マイヤーズ司令、もう一人司令を待っていた人がいるんですよ。おお、早かったじゃないか。艦内を見て回ってるって聞いたもんでね、機体をチェックするついでにお前さんを待っていたのさ。本当は着任と同時にここへ顔を出すのが理想的だったけど、まあこのぐらいの時間なら合格だよ。いい心がけだ。それじゃ各紋章機のことを教えてやろうか。よし、よく聞いてるんだよ。まずは私の愛機ハッピートリガーから。ホルトさん、いきなり個々の機体の説明に入るよりも紋章機全体に関わるところから話した方がいいんじゃありませんか？それもそうか。といってもどこから話そうかね。難しいご質問ですね。それは私たち研究者にとっても最大の謎です。ロストテクノロジーを多数使用した一人乗りの大型戦闘機、それが表面的な紋章機の定義と言えるかと思います。ロストテクノロジーであるクロノストリングエンジンを搭載し、単独で戦艦と渡り合えるほどの性能を持つ機体ですが、紋章機に使われているロストテクノロジーにはまだまだ謎の部分が多いんです。その代表的な例がパイロットと機体とをリンクさせるシステム、ヘイローです。私もよくはわからないんですが、なんというか機体と一つになるっていう感じでしょうか？簡単に言うと、パイロットのコンディションが機体の性能にもろに影響する仕組みなのさ。良くも悪くもね。例えば私たちの体調が悪かったり感情が乱れていたりすると性能が低下するんです。攻撃は当たらない、スピードは落ちる。逆に言えばパイロットの気力が充実しやる気満々って時はまさに天下無敵なんだけどね。ルフト准将がマイヤーズ司令を頼られた理由はおそらくそこにあるのではないでしょうか。実戦における指揮能力に加えてエンジェル隊の皆さんの精神的な支えとなってくれる人材、それをルフト准将は望んでいらしたと思います。そんなに心配することはないよ。お前さんは自分なりにやっていけばいい。それじゃあ次は紋章機を一つずつ説明していくよ。まずは一番機ラッキースター。私の乗る機体ですね。ピンク色が可愛いでしょ。白
主砲はレーザーキャノン、その他にミサイルやバルカン砲、自動追尾型ファランクスを装備しているどんな距離にも対応できる武装と小型シールドを持っていて機動力もいい。バランスの取れた機体だね。お次は2番機カンフーファイターランファの機体だよ。2番機は接近戦を得意とする機体だ。抜群の機動力を生かして敵に肉薄してすれ違いざまに攻撃を加える戦法を得意としている。ただしスピードに重点を置いている分、機体の耐久力は5機の中で一番低い。そこだけは注意が必要だよ。主兵装は大型ミサイルとバルカン砲、それから2つのアンカークロー。機体の両側の腕みたいに見えるところがそれさ。このでっかい鍵爪を発射して敵を文字通りぶん殴る。それがカンフーファイターの必殺技だよ。これが3番機トリックマスターミントの機体だ。三連装ミサイルの他にフライヤーという遠隔操作可能な砲台を3機持っていて、それを自由に飛び回らせて攻撃できるのが特徴だよ。この武装と高性能レーダーを連動させて長距離からの狙い撃ちを得意としているんですよ。速度や小回り、機体強度といった面でも他の機体に見劣りしないから安定した戦いを見せてくれると思うよ。やっと私の愛機の番だね。4番機ハッピートリガー。大口径レーザー砲にレールガン2門、ミサイル、自動追尾型ファランクス、とまあ5機の中で最大の火力が自慢さ。機体の頑丈さも紋章機の中では最高レベル。重量がある分スピードが犠牲になってるけど、それでも十分な機動力は持っている。全力射撃をかませばどんな敵でも一殺さ。私が撃ちまくれるような意識を頼むよ、司令官殿。最後はバニラの乗る5番機ハーベスターだ。武装は中距離ビーム砲と自動追尾型ファランクス。大型のシールドを装備してはいるけど、攻撃力や機動性は決して高いとは言えない。あくまでも紋章機の中ではというレベルの話だけどね。でもこのハーベスターには攻撃以上に重要な役割がある。それが紋章機のダメージの修理だ。5番機の基本的な運用としては、自分はなるべく無理な攻撃をせずに味方が危なくなったらすぐサポートに回るという感じだろうね。さてと、とりあえずこんなもんかね。それぞれの機体の特性は分かったかい？そうかい。それじゃ、早速私の精神状態をじっくり調べてみる気はないかい？分かってんだろ？相手の心を知るための一番いい方法さ。手取り足取り教えてあげるよ。たっぷりとね。どうやって調べるんですか？私にもできますか？それ。相手の気持ちを確かめる方法って？私も聞きたいです。ああ、また今度気が向いたらね。そうそう、用事を思い出した。私はもう行くよ。司令官殿、いろいろ教えてもらいたくなったらいつでもおいで。フォルテさんなら、ああいう冗談が好きなんだから、あまり本気にしない方がいいですよ、司令。
冗談って何がですか？何かあったらまた来てください。私は大抵この格納庫にいますから。はい、それじゃあクレイトさん、私たちはこれで。あ、ポルテさんがいますよ。ポルテさん、やっぱりここにいたんだ。あ、始まりますよ。やあ、司令官殿、あたしの秘密の穴蔵へようこそ。ポルテさんは火薬を使う重火器を愛用してるんですよ。この部屋もそのために改造してもらったんです。ルフト准将が許可してくれたんでね。火薬の銃を使ってるのはあたししかいないから、専用の部屋みたいなもんさ。よく言われるよ。けど、私はこれが性に合ってるんだね。ところで司令官殿、少しはエルシオールに慣れてきたかい？なんでだい？そりゃそうだ。払ってないもの、ケイナ。そんな、フォルテさん、タクトさんは一応私たちの上官なんですよ。形の上ではともかく、私が自分の司令官だと認めるにはお前さんは10年早いね。お前さんには経験が足りないってことさ。知ってる情報が少ない。その情報を求める術も知らない。そして情報を活用できる経験もない。そいつは結構、まあ、ミルフィーが懐いてるところを見ると少なくとも悪いやつじゃないんだろうね。タクトさんはいい人です。フォルテさんだってわかるでしょ。どうだかね。戦場じゃそのいい人ってのは時に罪悪でしかない。人畜無害なやつより多少悪くっても頭が切れるやつの方が生き残るもんなのさ。ホルテさん、戦場ってのは面白いもんね。そいつがどんな人間かがはっきり現れる。すぐ逃げ出すやつ、裏切るやつ、頭のいいやつ、悪いやつ、運のいいやつ、悪いやつ、じっくり見極めさせてもらうよ。お前さんが安心して背中を任せられるやつなのかどうかを。いい返事だ。少しは期待できそうだね。タクトさんなら大丈夫ですよ。私応援してますから。私たちよくここでお茶しているんです。タクトさんも今度ご一緒にいかがですか？そんなことないですよ。きっとみんなも喜ぶと思いますよ。
ええ、問題ありませんわ。それが一緒に席を囲みたいようなお方であれば。いえ、構いませんわ。お二人もご一緒にいかがですか？そうさせてもらおうかな。いいですよね、タクトさん。どうぞ、お座りください。このラウンジにはいろいろなお茶やお茶菓子があるんです。タクトさんは何にしますか？あ、これですか。あんず飴です。自分で買ってきたものですわ。ミントはこういうお菓子が大好きなんですよ。私も時々もらうんです。も嫌いじゃありませんが、でもそれ以上に駄菓子が好きなんですの。特にこのあんず飴は人工甘味料の味と合成着色料で真っ赤に染まる舌がたまりませんわ。舌、ご覧になります？はい、何でしょう。わかりました。ミントはあのブラマンシュ財閥の一人娘なんですよ。まあ、それよりご注文はよろしいんですの？どのケーキにしよう。迷っちゃうな。でしたら入り口のショーケースで実物をご覧になって決めてはいかがですか？うん、そうする。じゃあタクトさん、先に注文していてください。それにしてもタクトさん、いつの間にミルフィーさんと仲良くなられたんですの？意外に素早いんですよね。では、そういうことにしておきますわ。それでタクトさん、何を召し上がりますの？あら、私と同じ紅茶ですの。惑星ニルギー産のオレンジペコですが、よろしいですか？どうしてだと思われます？あら、あっさりしてますのね。では、種明かしをいたします。実は私、少しだけ人の心の中がわかるんですの。はい、テレパシーです。とは言っても、せいぜい心の表層がわかるくらいですけれど。
いえ、何でもありませんわ。考えていることですか？では、はい、わかりましたわ。司令官室の椅子はふかふかしすぎて座り心地が良くないですわね。不思議な方ですのね。いえいえ、何も。あの、申し訳ありませんが、用事がありますので、これで。お待たせしました。チーズケーキとガトーショコラのどっちにするかで迷ってたんですけど、やっと。あれ、ミントはどこ行っちゃったんですか？ですか？残念です。一緒にお茶しようと思ったのに。そうですね、すみません。ミルクティーとガトーショコラをください。本当ですね。また何か買い物してくじを引いてみましょうか。ここでは生活用品からお菓子に飲み物、本や音楽データまでほとんど何でも揃いますよ。端末のカタログから注文すれば服やインテリア用品とかも手に入りますし。タクトさんは甘いもの好きですか？ここのソフトクリームはかなりおすすめなんですよ。あら、タクトさんにミルフィーさん、奇遇ですわね。ええ、このゼリービーンズとふ菓子を。タクトさんも何かお召し上がりになるんですの？それじゃあ、私もご一緒しよっかな。あら、ミルフィスさん、あまり甘いものを召し上がっては体重計に乗るのは怖いことになってしまうのでは。大丈夫よ、さっきから館内を歩き回って運動してるもん。それに、もし太ったとしても同じものを食べたタクトさんも道連れですよね。え、タクトさん、食べた分以上にカロリーを消費すればよろしいのですわ。そうしましょう。運動したらその後の食事が一層美味しくなりますもんね。ここはトレーニングルームです。フィットネスや格闘技の訓練ができますし、それ以外のスポーツ施設も充実してるんですよ。あら、あっちにランファがいますよ。やっほー、ランファ。あら、あんたたちだったの。何？私に何か用？そうだけど、なんか文句でもある？運動するんだから、動きやすくて汚れてもいい服に着替えるのは当たり前でしょ？ジロジロ見ないでよ。
したいの？用がないなら気が散るから出てってよ。当然ね、私としても司令官が自分よりもヘナチョコだったら幻滅だわ。タクトさん、エルシオールの案内は？ミルフィー、あんたも付き合いなさい。この頃訓練サボってるでしょ。ミルフィー、あんた最近ちょっと太ったんじゃない？どうしてそれを？痩せるためにはやっぱり運動しなくちゃね。よーしやるわ。目指せウエストマイナス3センチ。純なやつ。まあね、さ、あんたもトレーニングを。休憩時間にたまり場にしている人も多いですよ。このフロアにはクルーがくつろぐための施設が多いですから。どうしたんですか？タクトさん、さっきから何をブツブツ言ってるんですか？それならいいんですけど、じゃあ次のところに行きましょうか。なんじゃ、タクトか。もう戻ってきたのか？航路の計算にはもう少し時間がかかりそうだ。お前はゆっくりしてきて構わないぞ。その通り、こっちは忙しいんだ。お前の軽口に付き合ってる暇はない。ああ、行ってこい。その方が俺も仕事がはかどるから助かる。本当に変わっとらんのう、お前たち。ここが司令官室です。タクトさんの資質も兼ねています。と言ってももうご存知ですよね。それじゃあ次の場所に行きましょうか。ここで着替えてから隣のトレーニングルームに行くんです。シャワーやランドリー施設もあります。あ、もちろん中は男女別になっていますから間違えないでくださいね。
クトさん、今何か言いました？ここが機関室です。エルシオールの動力はクロノストリングエンジンというロストテクノロジーなんですよ。エンジン出力だけなら広告有数だそうです。ゼビンさんが自慢そうに言ってました。紋章機にも同じエンジンが使われているんです。ただロストテクノロジーにはまだ謎が多いので整備には手間がかかるそうですよ。そうですね、修理の邪魔になったらいけませんし、そろそろ出ましょうか。こちらが芝王子のお部屋です。芝王子に謁見なさいますか？そうですね、じゃあ中にいるお付きの人を呼んできます。何かご用でしょうか？王子はただいま剣術の稽古のお時間でございます。はい、また機会を改めておいでください。ここは私の部屋です。さっきも来ましたよね。私たちエンジェル隊はこの C ブロックにまとまってお部屋をいただいているんです。王子のお部屋はこのブロックの一番奥の一番大きな部屋です。残念ながら本物じゃありません。バーチャルウィンドウです。曇り空や夕焼けとかにも変わりますよ。今は標準時間で昼ですから昼間の空を映してますけど、夜になったら映像をオフにして外の宇宙がそのまま見られるんですよ。そうですね、いろんな施設がありますから。でも私はこの公園にいる時が一番落ち着きます。でしょ、この奥は小さな丘になってるんですけど、そこでピクニックすると最高ですよ。はい、今度エンジェル隊のみんなと一緒に行きませんか？はい楽しみだな。こちらがクルー用の食堂です。メニューは日替わりで長旅でも飽きないですよ。せっかく来たんですし、何か食べていきますか？本日のおすすめランチは宇宙クルマエビのクリームパスタですって。いらっしゃい。おや、ミルフィーちゃんじゃないの。こんにちは、おばさん。本日のおすすめランチください。はいよ、おすすめね。ところでミルフィーちゃん、そっちの人は？タクトさんです。私たちの新しい司令官なんですよ。あらまあ、
あんたが新しい司令さんかい？ずいぶん若くていい男だこと。こちらこそ司令さん。それでご注文は？おばちゃん、ランファスペシャル大盛りでね。なんだ、あんたたちも来てたの。あたし専用に作ってもらってる特別メニューよ。タクトさん、早く食べましょうよ。クリームパスタ、美味しそうですよ。いいのかしれっさん。あ、いいや。別にそれでいいんだったら、私は構わないけどね。ランファスペシャル？気が合いそうね。へえ、タクトさんってすごいんですね。はい、ランファスペシャルだよ。食べてみたらわかるわよ。あっちで一緒に食べましょうか。それじゃ、いただきまーす。何？感動した？大丈夫ですか、タクトさん。あ、はい、お水です。これぐらいどうってことないじゃない。普通のカレーのたかだか1000倍の辛さよ。ランファは辛い食べ物が大好きなんです。私てっきりタクタさんも辛いのが好きなのかと思って。やあね、こんなに美味しいのに。カレーが苦手なんだったら、ランファスペシャル2号のラーメンとか3号のピザとかもあるけど。どこでもお好きな場所をどうぞ。どんどん案内しちゃいますね。マイヤーズ司令およびエンジェル隊パイロットは至急ブリッジへ集合してください。繰り返します。マイヤーズ司令。どうしたんでしょう。
わかりました。終わりました。いいわ。そうですか。にょ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 、ブロッコリーにょ。はいよ、おすすめランチ、もう一丁ね。一緒ですね。あんたたち仲いいわね。精神レベルが近いのかしら。ねえ、ランファも一緒に食べない？いいわよ。ほらタクト、あんたも来なさいよ。辛さ1000倍カレーだけど。このコンビニは駄菓子の品揃えがとても充実していますの。おかげでいつも重宝していますわ。その迷う気持ちもまた楽しいんですよね。私もいつもどのソフトクリームにするかで迷っちゃうんですよ。久しぶりだな。なんだかワクワクしてきました。しかし危険ではありませんか？この倉庫は内部構造をよく知らない人間が立ち入ると迷うことがあるそうです。広い上に天井まで荷物がいっぱいですしね。賢明な判断だと思います。
けど機会があったら別のところでかくれんぼしましょうね。この格納庫では紋章機の整備をしたり、私たちパイロットのリンク調整をしたりするんです。そうだ、整備班の班長さんを紹介しておきますね。あ、いたいた、クレータさん。あら、ミルフィーユさん、いらっしゃい。どうしたの？タクトさんに館内の施設を案内していたところなんです。エルシオールと紋章機の整備を担当していますクレータと申します。どうかしましたか？白き月のロストテクノロジー研究者、月の巫女はほとんどが女ですから、当然この船の乗組員も女性が多いんです。私たちエンジェル隊も女の子だけでしょ。男子禁制というわけじゃないですけど、乗組員の8割は女性なんですよ。我々は民間人ではありますが、ロストテクノロジーに関しては軍の整備士よりもはるかに心得ています。ですからどうぞご安心ください。お役に立てるように整備班一同力を合わせて頑張ります。こちらこそ。そうだ、マイヤーズ司令、もう一人司令を待っていた人がいるんですよ。遅い。どうしたのこうしたのあるかい。館内を見て回ってると言うから待っててやったのに。じゃあこっちから質問だ。まずその1、今のお前さんの職務は何だい？質問その2、現在の戦力のうちエオニア軍の無人艦隊に対抗しうる最も有力な部隊は？よろしい。では最後の質問だ。司令官は配下の戦力、特に最大戦果を期待できる戦力の状態に常に気を配るべきである。イエスかノーか。それだけ分かっててなぜ真っ先にこの格納庫に来ないんだい。紋章機の状態確認は司令官の当然の義務だろう。お気楽なもんだね、あんたたち。ま、来ただけでもよしとするか。見学も結構だけど、司令官として紋章機の特性も知っておいた方がいいだろう。私が説明してやるよ。にょ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 、ブロッコリーにょ。Thank you.
ピクニックですか。それは素敵ですわね。では私も参加させていただきますわ。でしたらお茶はこちらで用意いたしましょう。ちょうどこのラウンジではお茶の葉の香りもしていますの。タクトさんはどのお茶がよろしいですか。選んでくださいまし。まあお目が高いですわね。この茶葉はサムロン星系名産の一品ですのよ。それを感じただけでも大したものですわ。ではこれにいたしましょう。そうですわね。楽しみですわ。タクトさん、どうなさいましたか？買い物に出ておられます。今は私が留守番を。了解しました。参加します。ケイラ先生や整備班のお手伝いをしています。主に読書でしょうか。いえ、医学書や過去の診療データなどの閲覧です。そうなのですか。確かに一理あります。ランファさんがそういった本をたくさん持っていらっしゃいますから、今度お借りしてみます。ところでピクニックはいつ始めるのですか。わかりました。おや、司令官殿、どうしたのね。趣味と実益を兼ねてってやつでね。お前さんこそ何もすることがないのかい。ピクニック？ミルフィーだね。ミルフィーの考えそうなこった。まったく遊んでる場合でもないだろうに。いっぱしの口聞くじゃないか。けどそんなこと言って本音は自分が遊びたいだけなんじゃないのかい。わかるさ。だってあたしもそうだからね。いいよ、あたしも付き合うよ。せっかくの集まりだ、楽しくやろうじゃないか。そうだね、何も起きなければだけどね。さーて、何が起こるやら。ま、いいけど。どうせ暇があっても、私の場合はここでぶっ放してるか、部屋で銃磨いてるかだし、少しは刺激もあった方がいいからね。
拳銃からロケットランチャーまで一通りね。自分で言うのもなんだけど、そこらの武器屋よりは充実した品揃えだと思うよ。なんだい、おだてたって何も出ないよ。お前さんにはそういうのはないのかい？安上がりなこだわりだね。こっちとら弾薬代もバカになんないってのに。もっともこの仕事してると任務の間はタダで打ち放題なのがいいんだけどね。まあね、暇してるのは嫌いだから。はあ、ピクニック？何それ、ミルフィーみたいなこと言って。なんだやっぱり。そうね、ミルフィーがそう言ってるんなら参加してあげるわ。でもちょっと待って、ミルフィーの発案なのよね。じゃあ早めにトレーニングを切り上げて体力を温存しておいた方がいいのかしら。疲れるだけで済めばまだいいんだけどね。笑い事じゃないのよ、どうせあんたもすぐに思い知るんだから。あの子が何かするとね、そんなバカなっていうことがしょっちゅうあるのよ。いい意味でも悪い意味でも。あんた気楽でいいわね。それもそうね、考えていても始まらないか。うん、そうするわ。ミルフィーの料理も楽しみだし。またお会いしましたわね。ピクニックに備えて必要そうなものを用意しておりましたの。ミントさん、頼まれていたものを探してきました。ありがとうございます、バニラさん、助かりましたわ。こちらが個人用耐熱シールド、それに糸のこと、ワイヤーロープ、超小型暗号解読機、それからあれば憂いなしですわ。何しろミルフィーさんのピクニックですもの。何が起こるかは私たちにはわかりません。意味では楽しみでもありますけど。何が起きてもいいようにタクトさんもいろいろ準備をしておいた方がいいかもしれませんわよ。あるいはただ流れに身を任せるのも一つの方法です。それがよろしいですわ。万が一のことがあっても対応できる準備があるとないとでは
心のゆとりが違いますものね。ですから、考えつく限りの状況を想定して、その中から個人で持ち運べる程度のものを選び出すのですわ。そりゃ本当かエランファ。本当ですってば。ああどうしよう。あータクト、実はね、今日の星占いによると私に水難の相が出てるのよ。それが分かれば苦労はしないわよ。あまり気にしすぎない方がいいよ。司令官殿もそう思うだろう。おや、お前さんも占いを信じる方なわけ？ランファ、もしもーし。あ、タクトさん、こんなところにいたんですね。探しましたよ。
すみません、タクトさん。この卵焼き、味見をお願いしてもいいですか？どうです？お口に合いますか？本当ですか？褒められちゃった。嬉しいな。こうして誰かと一緒にお料理をするのってなんだか楽しいですよね。いい天気といい空気とみんなの笑顔があるからですよ。はい、そしていい笑顔のためには美味しい料理が大事なんです。ありがとうございます。おかげで助かりました。ええ、おかげさまで。次は食堂でケーキを焼いてきます。それは完成するまで秘密です。なんだって特製ですから。楽しみに待っててくださいね。できたらお呼びしますね。あ、お客様、申し訳ございません。今日はもう閉店なんです。どういうわけか、さっきから食料品やピクニック用品を買いに来る方が多くて品切れになってしまったんです。現在倉庫から急いで補充してはいるんですが、しばらく待たないと。おかげさまで嬉しい悲鳴ですよ。新司令官就任記念キャンペーンは大成功です。あう、それを言わないでください。よう、どうした？こっちは順調そのものだ。ま、ドライブ中はよほどのことがない限り様子を見てるだけだしな。ところで聞いたぜ、エンジェル隊とピクニックやるんだって？なんだ、急に暗い顔になってどうかしたのか？何を今更、別にいいんじゃないのか？せっかく向こうから誘ってくれたんだ、素直に甘えておいてもいいだろう。
それもお前の仕事のうちだ。得意だろうが。ああ、せいぜい鼻の下を伸ばしてこい。何かご用でしょうか。王子はただいま湯あみをなさっておいでです。はい、また機会を改めておいでください。ご用ですか。宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみましょうか。わかりました。では少々お待ちください。感じみたいです。もう一度ご覧になりますか。そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。遅いわよ、二人とも。私たちも9秒前に到着したばかりですが。余計なことは言わなくていいの。クールダラス副司令、状況をお願いしますわ。エオニア軍の予想進路が分かった。どうやらこの中域に網を絞ってきてるらしい。多分まだだろう。こっちも今しがた無人哨戒機の情報で分かったくらいだしな。はい、エオニア軍の進行速度からいって発見されるかどうかギリギリだと思います。このままじゃ見つかるのも時間の問題だね。先手を打って紋章機で迎撃した方がいいんじゃないかい。でもじっとしていればやり過ごせるかも。それはそれで気がついた時には包囲完成という可能性もありますわ。どうする、タクト。いや、方策はもう一つあるぞ。エルシオール以外の艦隊はすぐにでも動ける。それを利用して敵の目をくらますのだ。察しがいいの。わしが残存艦隊を率いておとりになろう。幸いこの距離なら艦影の判別はつくまい。
敵もまさかエルシオールが単独で逃げるとは予想しておらんじゃろうしな。エルシオールが離脱するまでの時間を稼げれば十分じゃよ。最も重要なのは芝王子の安全じゃ。あの方は王国に残された最後の希望なのじゃからな。くどい！お前の元教官としての追加授業じゃ。心して聞け。指揮官たる者、常に任務の優先事項を認識し、そのために己に何ができるか、何ができないかを考えよ。戦っているのはお前一人ではない。周りの者たちを信頼し、その力を借りることもまた優秀な指揮官の資質と言えるのだぞ。その上で決断すべき時には速やかに決断し、それに迷うてはならん。上に立つ者の迷いは部隊全体の迷いにつながるからな。分かったか？では行くとするかの。ルフト准将には大変お世話になりました。ムーンエンジェル隊を代表してお礼を言わせていただきます。ご分。おいおい、まるで根性の別れみたいなこと言わんでくれ。わしはむざむざ命を捨てるつもりなどないぞ。大丈夫じゃよ。伊達に長いこと修羅場をくぐり抜けてはおらん。まあ見ているがいい。は、失礼いたしました、准将。ではな、タクト、エスター、エンジェル隊の諸君、芝王子を頼むぞ。ルフト艦隊、アステロイド隊を抜けました。エオニア軍の進路が変わった。うまく引っかかってくれたみたいだ。了解しました。どうぞ。より報告。エンジンの修理完了したそうです。通常航行、クロノドライブともに支障なし。タクトさん、今のうちに急いで脱出しましょう。ルフト准将の行為を無駄にしないためにも。発進、警戒を怠るなよ。了解しました。では失礼します。ルフト准将のおかげでしばらくは無事に行けるだろう。しかしこっちもこの先が大変だな。護衛艦隊がいなくなり、エルシオールは丸裸。途中で何度か補給も必要になるだろうし、そこを敵に狙われたら。見つかったら紋章機で叩いて逃げて、またクロノドライブか。危なっかしい道行きだな。全ては司令官のお前にかかってるんだ。期待してるぞ。
お前のそんなお気楽なところが心配でもあり頼もしくもありだよ。目標ポイントに到着しました。航路クリア、重力障害ありません。よし、恒星艦後方に移る。クロノドライブ開始。クロノドライブを行っている間は通常空間から干渉を受ける心配はないからな。逆もまたしかりだが、あとお前は綺麗な女の子たちとやらの様子を見てこいよ。ブリッジは俺が引き受けた。ああ、紋章機の性能はエンジェル体の精神状態に左右されるんだってな。つまりエンジェル体と信頼関係を築いて士気を高めておくのも司令官であるお前の重要な仕事というわけだ。ああ、ちょっと待て、言うまでもないこととは思うが、上官として公私の区別はわきまえろよ。だけどこの先本当に大丈夫かしら。あんなやつが司令官じゃたまんないわ。ねえ、フォルテさんもそう思いません？そうだね。紋章機の確認に来るのは早かったから、やるべきことは一応分かってるみたいだけど、ただまだまだ未熟だね。そうですよね。なんかボケーっとしてて優柔不断な感じですよね。やる気はあるようだけど行動の方が伴うかどうか。大丈夫よ、アクトさんはこの前の戦いでもきちんと指揮してたじゃない。あれだけじゃまだなんともね。ミント、あんたの見立てはどうなのさ。型通りの人物ではないと言いますよね。私の能力にあんな反応をなさった方は初めてですわ。何があったか知らないけど、あんたにしては随分勝ってるみたいじゃないか。そうは言っておりません。興味を持てる対象ではありますが、司令官として有能かどうかはまだ未知数ですわね。あんたはどうなのよ、バニラ。私は命令に従うだけです。あっそ。ともかくあの司令官殿を支えてやらないことには勝てるもんも勝てなくなる。あたしらがしっかりフォローしないとね。そうですね、頑張りましょう。しょうがないわね。では私は用事がありますので、これで。ああ、それじゃあ私らも出ようか。あれ、タクトさん？忘れ物を取りに。タクトさんこそここで何を。え、それじゃあ。
は嘘をつくような人じゃないって。いえ、私たちこそタクトさんにひどいこと言ってごめんなさい。あまり気にしないでくださいね。女の子同士の噂話って時々遠慮がなくなっちゃうんですよね。そんなことないと思います。みんなはまだタクトさんのことをよく知らないから戸惑っているだけですよ。あ、そうだ、ピクニックに行きましょう。ピクニックですよ、ピクニック。タクトさんとの親睦を深めるんです。展望公園でお弁当を食べてのんびりして。今日これから行きましょう。今はクロノドライブに入ってるから敵と戦う心配はないでしょ。ちょうどいいじゃないですか。このことを教えてきてもらえませんか。私は今からお弁当を用意しないといけないですから、もう超速攻で30分くらいで作っちゃいますね。それじゃあタクトさん、お願いします。わかりました。はい、重要なのは冷静さと柔軟な思考です。確かにそれも大切ですわね。それでは私はまだ準備がありますので、これで。私も失礼します。占いが当たったか当たらないかというのも結局は本人の解釈次第だったりするしね。それは占いのやり方が悪いのよ。本物の占いは絶対に当たるんだから。いいわよ、じゃあ証拠を見せてあげる。まずどんな占いが最適なのかを決定する占いチョイス占いで。こんなところにいたんですね。探しましたよ。はい、ピクニックの準備ができました。ところでみんなにはもうピクニックのことを伝えてくれましたよね。もう待ってると思いますよ。あ、いらっしゃいましたわ。みんな、お待たせ。
これで全員揃ったわね。場所はいつもの丘でいいの？さあ、参りましょう。今日は楽しいピクニックになるといいですわね。荷物をお持ちします。ほら、早くおいでよ、司令官殿。今日の主役はお前さんなんだから。じゃあ奥の方に行ってお弁当にしましょう。わあ、いい天気、絶好のピクニック日和ね。当たり前でしょ、映像なんだから。ちょっと行ってみただけだもん、いいじゃない。シートを敷くのはこの辺りでよろしいですか？いいんじゃない？さてと、早速弁当を広げようじゃないか。おお、うまそうな弁当だね。さすがミルフィだ。ありがとうございます。たくさん作りましたから遠慮なく食べてくださいね。本当は特製ケーキも作る予定だったんだけど、途中でオーブンが故障しちゃって。私楽しみにしてたのに。ケーキ、過ぎたことを気にしても始まりませんわ。そんなこともあろうかとスナック菓子も買ってまいりましたの。さすがミント、気が利くわね。あ、私ピリ辛アミーゴ通った。はい、そう思います。温かいお茶もご用意しましたわ。皆さんどうぞ。このお茶はタクトさんが選んでくださった銘柄ですのよ。それじゃ早速いただくとしようかね。うん、うまい。この卵焼き美味しいですわ。今度作り方を教えてくださいませ。それは今日の自信作なの。まあ、ミルフィーにしちゃ上出来だわ。だといいんだけどね。そういえばこのバスケット見たことないわね。ミルフィー、新しいの買ったの？くじ引きで当たったの。欲しかったんだこれ。運の良さね。いや、何事もなければそれでいいんだけどさ。ああ、そうだね。あ、ん？どうしたんだいバニラ。向こうに何か。おや、あれは。あら、あなたたち、もしかしてここでピクニック？私たちもここでピクニックしようと思って。少し暇ができたし、コンビニでピクニック用品がちょうど安かったから。そうなんですか？じゃあ一緒にやりませんか？そうね、そうさせてもらおうかしら。この卵焼き食べてみてください。今日の自信作なんです。
あら、ほんと、おいしいわ。じゃあ、代わりにこっちのチキンをあげる。急に賑やかになりましたわね。そうですわね、タクトさんは。みんなでピクニックですか？偶然ですね。もう整備班の皆様もご一緒ですね。どうされましたの？出撃もしばらくないから、整備班みんなで親睦会でもしようかって話になったんですよ。コンビニでレジャーシートとかが安かったから、じゃあピクニックにしようと。お邪魔でしたか？いえ、構いませんわ。お茶いかがですか？タクトさん、そういえば何のお話でしたかしら？タクト、何首ひねってるわけ？わかった。食べ過ぎでしょ。薬、飲みますか？こんにちは、司令。うわー、にぎやかなことになってますね。奇遇ですね。実は私たち、すごい！どうしてわかったんですか？マイヤーズ司令、もしかしてテレパシーが使えるとか？どうしたんだい、げんなりしちまって。お前さんももっと楽しみなよ。この状況？ああ、非番の連中のピクニック大会のことかい？普通はないだろうね。ところがミルフィーが絡んでいるとそうとも限らなくなるのさ。いいか悪いかはともかく、なぜか偶然にすごいことがよく起きるんだよ、ミルフィーがいるとさ。で楽しいですね。ロンより証拠だ。ミルフィー、例のあれを見せてあげなよ。ああ、あれですか？わかりました。司令官殿、小銭を持ってるかい？それ、ちょいと借りるよ。このコインをミルフィーが投げる。ミルフィー、やってみな。えい！もう一度やってみますね。えい！なぜかこうなっちゃうんです。投げ方にコツがあるわけでも何でもないんですけど。これでわかったかい？ミルフィーが何かするといつも確率を無視した出来事が起きるんだよ。ESP チェックも何度も受けたんです。でも超能力というわけじゃないんだそうです。極端に運が良かったり極端に悪かったり、どうなるかは私にもわからないんです。私が何を考えているとか何をしているとか、そんなのに関係なく突然いいことや悪いことが起きちゃうんです。
この前司令官殿を迎えに行った時に敵と出くわしたのもミルフィーの運のせいだったりしてね。あ、ポルテさんもやっぱりそう思います？あの時はいきなり敵が現れたからびっくりしちゃいましたよね。その運がいい方に転がったおかげで私らが助かったことも一度や二度じゃないけどね。みんなでダンス始めた連中もいるよ。私の星のお花見っていう行事みたいです。こういう雰囲気って私大好きです。もしそこの方、あまり木の高いところまで登られると危ないですわよ。鳥が驚いています。聞いちゃいないね。しょうがない。私が注意してくるよ。ですが、木の幹を揺さぶるのはいかがなものかと。さっさと降りといで。聞こえないのかい？手間かけさせるんじゃないよ！うひゃー！落ちましたがね。大丈夫だとは思いますが、解放してまいりますわ。あれ？向こうから煙が出てませんか？バーベキュー？ヤッホー！トウモロコシもらってこよっと。ランファさん、これ以上召し上がると適正カロリーをオーバーしますが。まさかあんた、ずっと計算してたの？はい、全員分を。あんたも暇ね。それはともかく、細かいことは引っこなし。香ばしい匂いが私を呼んでるわ。ほらバニラ、あんたも付き合いなさいよ。はい。ラーファ、向こうの人たちの食べ物なんだからあんまり横取りしちゃダメよ。まあバニラがついてれば心配ないか。ケーキ食べたいですか？実はあるんです。先に焼いておいたものがあったんです。一人分しかなかったからみんなには黙っていたんですけど、せめてタクトさんには食べてもらおうと思って。だって今日の主役でしょ。いえ、どういたしまして。じゃあこれ召し上がってください。はい、それじゃあ一緒に食べましょう。いただきます。あの、お味はどうですか？よかった。今度はもっとちゃんとしたのを作りますから。本当ですね。ずっとこのままでいられたらいいのに。
ついてますよ。取ってあげます。じっとしててください。紙ナプキンはどこかな。遠慮しなくていいですよ。あ、ごめんなさい。私ったら。こちらです。どうぞ。こんなことになるんだったら、水で落ちないマスカラにするんだったわ。先生、今はそんなこと気にしてる場合じゃ。傘を持ってきて正解でしたわ。話は後だ。まずはここを出よう。ずぶ濡れになっちまうよ。でもまだお弁当が。はあ、自信作の卵焼きが。ちょっと濡れただけです。心配いりませんわ。卵焼き、しょうがないよ。また今度作ってくれ。けど今は風邪ひかないうちに着替えたいね。いえ、雨というよりもバーベキューの煙でスプリンクラーが作動したのだと思います。なるほど、こんなことになるんじゃないかと思ってはいたけどね。すみません。多分これってミルフィーのとんでもない運のせいね。ミルフィーの運は良くも悪くも両極端なのよ。いい時はとことんついてるけど、悪い時はとことんダメなの。そのたまたまを起こすのがミルフィーさんなんですわ。同感です。私もそう思う。ま、今回は軽い方だよ。はぁ、ごめんなさい。敵襲だ。早くブリッジに戻れ。このままで出撃するの？もう最悪。ああ、なるほど。って今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。今日の敵には同情いたしますわ。怒ったランファさんがお相手なんですもの。よし、行くよみんな。すみません、タクトさん。私の運のせいで。やばいぞ。
運の悪いことに、俺たちは敵の警戒網の真ん中にドライブアウトしちまったらしい。ああ、予想以上に進行スピードは速いらしいな。無理だな。向こうももう気づいてるだろう。無人艦隊、こちらへ転進しました。敵の推定射程圏内まで最短で約5分。ほらな。格納庫のエンジェル隊より通信です。エンジェル隊1番機から5番機スタンバイ完了。いつでも出られるよ。なんだと？まったくこんな時に何をやってる。そう目くじら立てなさんなって。紋章機ってのはデリケートなんだ。特にミルフィーのラッキースターはいろいろと不確定要素が多いんだよ。なんだそりゃ。タクト、何を納得してるんだ。敵艦隊への距離2万を切りました。ああそうだな。しかしラッキースターはどうする。本調子でないとはいえ紋章機の戦闘力は貴重だ。多少無理してでも一番機も出した方がいいんじゃないか。言い方と、これから現在の状況と作戦目標を説明する。よく聞いてろよ。アルモ、周囲の状況をモニターへ。了解。エルシオールが今いるのはここだ。この図で言うと一番左下だな。で、次の星系へ行くためにはこの回廊のような細い宙域を抜ける必要があるわけだが、のんきなことを言ってる場合か。敵はもうすぐそこまで迫ってるんだぞ。いえ、残念ながら敵を振り切るにはクロノドライブを行うのが最適なんですが、ここでは無理です。クロノドライブができるのは星間物質や重力場の影響が少ない宙域に限られています。しかしこの先は小惑星やゴミが多すぎて。どうするタクト。一旦クリオム星系まで戻って別のルートを探すという手もあるぞ。そうかもしれないが、エルシオールと紋章機だけで戦うのはリスクが大きすぎる。わかった。お前の判断を信じてみるか。ここ、敵の分析はできているか。はい、モニターに出します。巡洋艦タイプに駆逐艦タイプか。外見や性能は広告群の同型艦とそっくりだが、
運用はデタラメって感じだな。俺たちを探していたんだろうが、こうバラバラに分散しているなら一気に突破できそうだな。以前広告軍と演習を行った際、紋章機1機で巡洋艦2隻と互角以上の戦いをしたというデータが残っています。おいおい、急いで突破するんじゃなかったのか。おや、言ってくれるじゃないのさ。私たちの実力まだ理解してなかったのかい。こっちも楽しみにしてるわよ。あんたがどれだけやれるか見せてもらうわ。はい、了解しました。もう一度作戦内容を確認する。了解。みんな一緒に戦えなくてごめんなさい。おごりなさいよ。ミルフィーさんの分は私たち全員でフォローしますわ。そういうこと、安心して任せなよ。作戦を開始します。みんな頼んだぞ。エルシオールに敵を近づけさせないように戦ってくれ。それた。攻撃が外れてしまったようです。やはりまだ慣れていないから。決まったか、外れたか。落ち着いてよく狙うんだ。あれ、攻撃が外れちゃったか。惜しかったな。そんな攻撃当たるもんですか。敵の攻撃を回避したわ。狙いがそれた。捕手、どこを狙っている。敵が見えていないのか。目標を捉えた。攻撃を回避。すぐに撃ち落としてあげるよ。チャンスでした。そう、
いがそれ。攻撃に失敗しました。しまった。落ち着いてよく狙うんだ。し、狙いがそれだよ。もう一度言ってくれ。攻撃に成功しました。よし、命中だ。カンフーファイター攻撃開始。私としたことは。攻撃回避されたわ。結構やるわね。馬鹿三番機、敵を撃墜しました。油断したか。この程度ならまだいいが。こちらの攻撃が当たりません。回避成功だ。だがまだ気を抜くなよ。攻撃を回避。タクトさん、こちらを見ておられるのですか。私ばかりを見ていてあまり意味はないと思うのですが。よし、命中。聞いた。敵も結構やるわね。タクトさん、私の戦い方はどうでしょうか。敵の攻撃を回避したわ。見えた。攻撃に移るわ。タクトさん、聞いたようですね。よかったですね。私はお役に立てていますか。よし、命中。だんだん調子が出てきたよ。了解しましたわ。これより行動を開始します。攻撃を回避。トリックマスター、了解ですわ。私の攻撃を回避した。意外と素早いね。そんな攻撃当たるもんですか。しまった。私、狙いがそれで。まだ戦いにはなりません。それが無人艦相手です。あれ、外しちまった。戦うこと自体、私としたことが決して好きではありませんが。あっちゃー、外れちゃった。目標を確認。機体強度 50% 以下に低下。攻撃に移ります。そろそろ危険かな。カンフーファイター、了解。ハーベスター、了解。やるわ。ハーベスター、今の目標の修理を完了しました。了解しましたわ。これより行動を開始します。回避成功。ライアーダンス。痛いですね。もうトリックマスター、攻撃を回避いたしましたわ。そんな攻撃当たるもんですか。ました。できれば戦わずに済ませる方法はないものでしょうか。すみません、戦闘に集中します。なんだか不思議な気分です。誰かに見られてる。カンフーファイター、攻撃に成功したわ。目標を倒しましたか。次のご指示を願います。エオニア軍の攻撃はなかなか強力です。私を見ているのは他にするべきことがあるのでは。エルシオールの上院に怪我人は出ていませんか。エオニア軍の攻撃はなかなか強力です。当たった。よし、次行こうよ。よし、命中。しまった、攻撃はかわされたよ。他にするべきことがあるのでは。そんな攻撃当たるもんですか。攻撃に成功しました。攻撃を回避しました。エルシオールの上院に怪我人は出ていませんか。カン
フーファイター、攻撃に成功したわ。攻撃を回避しました。私を見ているのは他にするべきことがあるのでは。敵の攻撃を回避したわ。次は外さないよ。エルシオールの上院に怪我人は出ていませんか？その時お見舞いしますわ。フライヤーダンス。攻撃を回避。敵の全滅を確認しました。いやー、さすがはエンジェル隊、頼りになるね。だが反撃が前回よりぬるいような。何か妙だな。そうだな。エルシオール、このまま前進。なるべく早くこの中域を抜けるぞ。はいよ、了解。はい、まだエンジンの調子がおかしいようです。エンジェル隊より緊急通信、敵と接触したそうです。エルシオール後方に新たな敵艦隊がドライブアウト。識別不能の大型艦も混じっています。こっちの手駒が足りないのを知って挟み撃ちにしてきたか。どうするタクト、紋章機を引き返させても